7月6日は、グレゴリオ歴で年始から187日目にあたり、年末まで、あと178日ある。ナポレオン戦争、アルヘシラスワの戦い始まるアラーブ反乱、反乱軍が赤羽を奪取。左画像は、トーマス・エドワード・ロレンス。右は、反乱軍飛行船、R34。飛行船による、世界初の大西洋、横断飛行達成東京大学の安田行動。 完成。この故障は右翼に暗殺された匿名の寄付者、安田善次郎を記念アンネ・フランク一家、迫害を逃れ隠れ家に移り住む。右画像は、隠れ家の入り口となっていた、本棚下山事件、下山定則国鉄総裁が、歴史体で発見図語自列条約締結、オーデルナイス戦がポーランドと東ドイツの国境となる、アメリカが死臭国による、地下核実験。 セダン核実験。直径390メートルのクレーターができた、ビアフラ戦争勃発。飢金少女の写真は世界に衝撃を与えた、ダライ・ラマ14世誕生。第43代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワーカーブッシュ。タイテロ戦争と少子アフガニスタン侵攻、イラク戦争などを引き起こした、宗教思想家、ヤンフス、ハモン野の地下系に、法律家、思想家。 トマス・モア、国王史上法に反対し処刑される。武将、モーリモトナリボツ。自然主義の短編の名手、サッカギド・モーパス・サン・スペインのサン・フェルミン祭。牛追い祭りとしても知られる、マラウイの独立記念日。右画像は、マラウイの伝統楽器を演奏する男性。ありがとうございます。